さてそれで、えー、スタッフ T さん、き、はい、今日のメニューをいきますか。はいかしこまりまりしたこれは、はい、西村光栄さんからもぜひ皆さんと議論をしたいということで、えー、っとまず文化人アンケート1番、こちらお願いいいたしますはい、文化人アンケートまいります。 ええと、ちょっと待ってください。はい、参、まあ、ります。はいえー、7月23日アンケートプーチン氏の国葬出席政府認めず、事実上の入国禁止。これはというような質問です。はい、数字が小さいものから読み上げます。プーチン氏がの出席を認め、外交するした,た。高さを持つべき21。21%プーチン氏が来ても、岸田では平和外交できない。21%。 入国禁止は正しい判断29、29%、安倍氏に対して弔意を示す方々は参列を認めるべき、29%、ああこれは29ですけど、あ、そうですね、29%ということで、はいあの、分かれたようです、真、ま、っ、あ、二つに、こういう先生。そうですね、まああの、入国禁止は正しいという人は29%、そして、えーまあ、ただ、参加を認めるべきという人の方が、 えー、50%ですから、そちらの意見の方が多いですよ。だから、分かれたというよりは、はいえー、参加を認めるという人の方が多いんですね。で、その参加を認めるという人の中でも、はい、お安倍さんに対して弔意を示す人はあ、参列を認めるべきだ。それからあ その次に認めるべきという人は、えー、プーチン大統領の出席を認めてそれでも外交の場所にしろという、まあ、そういった積極的な意見まで含めてそれで50%ということですねそれでとにかく入国禁止は正しいんだという方が29%それとあとそのこ,この質問とはちょっと別別のその回答になるわけですがあの プーチン大統領が来ても岸田総理では平和外交はできないよっていうのが21%というまあそういう回答になっているわけですね。えー、さて、どうでしょう、アトランダムにこれ、あのご意見ある方はあの、どんどん言ってほしいんですが。えー、じゃあ、私がこれから言う意見は、多分今まで誰も、今のところ、あのー 誰からも聞いたことがなくて、まあ、私だけが申し上げていることなんですけれどもあの、まあ、いろいろの歴史をひもといていくと例えば第一次世界大戦の時にクリスマス休戦というのがありましたあるいはベトナム戦争の時には、まあ、あのテト休戦あの旧正月休戦というのがあったり戦争の時に、まあ、こういう何かとにかく口実を設けて、まあ、休戦をするということはあるんですね。 で私はあの、まあ、今の日本政府、えー、入国拒否すると、これは原則的には正しい姿勢です。ロシア側も日本,日本の,、まああのまあ、なんだトップを入国禁止措置をしているし、日本側もしているし、まあ、それは原則として維持されるべきなんですけれども、私は日本政府がいろんなことを考えたときにですね、まあ、この 国際法を無視した侵略者で、まあ、殺人とかいるあのとんでもないことをやっている、やってしま,やしまい始めたプーチンさんではありますけれども、あのまあ、安倍さんを、まあ、心臓と呼びかけてです、ねあの、本当に新人な弔意を示したという側面もある、こういう人物に対して、僕はあのウクライナでの停戦を条件にね、要するに、 あのプーチンさんが日本に来日し、入国し、そしてえ超そのえ国葬に参加している、例えば1日とか、あるいは行って帰って2日間、3日間、その間だけウクライナで停戦をするということを条件に、それを受諾したらば、入国およびえ出席を認める、こういう条件を提示したらいいのではないか、で多分それ、向こうは飲まないんですけども、こちらがそういう形で人義を切ることは大事だし。 もしこれをもプーチンさんが飲んだら、これはのたった3日でもです、ねあの、日本が安倍総理の最後の置き上げで,です、ねあの、わずかでも停戦を実現したということは、まあ、これ本当に歴史に残ることになるので、日本側はこういう提案をするべきだと思っていますはい、わ、はい、かりました。あのえー、と私は、ね、あのぜひ、えー、と入国させるべきだという 意見の持ち主なんですね。それでそのためにまいろんなその方法があるわけで、えー、その中の一つとして今吉田さんがおっしゃったことっていうのはあのかなりえ具体性もあってね、あの有効な方法ではないかなと思います。まあいろいろあると思いますよ。で、やはりその世界中の指導者がね、偉大な指導者は。 暗殺で亡くなったということで、弔意を示してくれてるわけでね、でそういう場所でもってあ凍来られましたかね。来られましたね。あ凍来られましたかね。<laughs> はい。一旦では、あ、護さんもご意見ありましたらお願いいたします。 方法だと思います。えっ、ー、とじゃあちょっと長,長尾さんいかがですか。あ,あ私はねあのこの質問をね見た時ちょっとあることを思い出しましたね。まあ、僕もあのまあ番やもなくもう長位ということなので、えー、案内を出すべきだとあの思います。えーはい、あの長尾ということでねで。 これだけあの安倍晋三は世界から弔位を示されていると世界のためにこれだけのえ貢献をしてきたとその表れがあープーチン、習近平お前らの目の前に、えー、あるんだとこれをよーく見ておけと弔意、えーまあ、を表してくださる方にちょっと失礼な言い方にはなるかもしれませんけど安倍晋三の、ね、とにかく国葬儀を もう見てもらいたいた安倍晋三がいかに大きい世界にとって存在であったのかということを見てもらいたい僕はやっぱりそう思ってます。はい、であの何を思い出したかというと習近平国賓来日に日本の尊厳と国益を守るかで大反対をした時に、はい、まあ,あのたまたまそのやり取りで。 まあ、安倍総理、ちょっと2人きりになった瞬間があってでその時にね、ええ、いや、長尾さんね、僕はね、あの習近平に天皇陛下というもののそすさまじさって言いましたよ、すさまじさをね、見せつけたいっていう気持ちもあるんだよねっておっしゃったのが、うん、その言葉はをね、ちょっと僕ね、一瞬思い浮かべたんです。 それはに名わずたちはいうように叱られたせいで、ね、握手させたくないとまあそういう会話はあの全体の中であったんですけど、うん、ポロッとねふっと二人っきりになった時に習近平をね見せつけたいっていう気持ちもあるんだよねってその言葉をね思い出しました。だから、うん、あの多くの国会議員をねロシア入国禁止にしておきながらねなんだよあの都合のいい時だけ えー、プーチンの入国を許すのかよとそういうご批判も多分あるとは思うんですけどそまあこの際、それとこれとは別でいや、実際そういう声もあるんですよそれとこれとは別でもうとにかく国葬を見せつけてやりたいとだからお前らこれをよく見て考えると人権のことを考えるとウクライナの戦争のことを考えるとそういうなんかメッセージは伝わらんだろうなという確信もありつつ 見てもらいたいですね。はい。はい。長尾さん、どうもありがとう。あの、非常に、非常にいい、とっておきな話を今聞きまして。はい。その、まあ、初めて長尾さんから聞いたからね。そねあんまり外で話したことないです。うん、今のいや、しかしね、非常にいい,い,い。見せつけてやりたいんだよね。いい話で、私はね、安倍さんだったら、すごく言いそうな。言いそうな言葉だと思いますよ。見せつけてやりたいんだよ。うん、あの人は、そういうこと、分かってる人ですからね。 本当にそういうことは分かってた方なんですよ。それで思えばね、今の長尾さんの話聞いてて、つくづく思ったのはね、あれですよ、日本が戦争に負けた後ね、マッカーサーが9月27日に会ってるんです。9月27日ですよ、マッカーサーが昭和天皇と会見したのは、はい、同じ日なんですよ。ねはい、これね 偶然かもしれないけどね、他に例えば国立国立じゃないや、日本武道館のそのスケジュールが空いてないとかね、いろいろあった偶然の所産かもしれないけれども、その偶然の結果ですよ、国葬が行われるのが、天皇陛下が、昭和天皇がマッカーサーと初会見をした同じ9月27日だということ、 それに今の長尾さんの言葉がね、はい、ピーンとぴったりあったんですよマッカーサーは恐れ恐れを抱いたってうね,言わてけねその通りなんですよ <laughs> その通りでそれであとね日本に来ていた兵隊たちねアメリカ進駐、えー、軍占領軍たちの将校や一般の兵士もそうなんだけど占領した日本の街を行って で歩いて、これはやっぱりびっくりするでしょ。はい、そこがねやっぱりそういうものがね、うん、あるということ、日本にはね、それをだから見せつけたいんだっていうね、そのね安倍さんの気持ちってすごいわかるな僕。ああいやでも非常にいい話聞きましたね。はいありがとうございます。もうとっておきの話です。はい、ええ本当ですよ。<laughs> いや坂木さんどうですか。今まで話聞いてて。 そうですね岸田首相があのご自身、自信があればあのロシアを招くのじゃないかなと、これだけの大舞台ですよね、もう本当にあの足がガクガクするような舞台ですよね、たくさんの要人が世界中から集まって、でその政治的に難しい、特に今、戦争中ですので、それでうまく停戦のような、葬式となんとかは別って昔からなんか言いませんか。 なんかそういう感覚が海外にあるかどうかちょっとわからないですけれども、いやありますよ、うん、ありますかだでしたらば、ばそのうまくさばきができるんだったらば、<laughs> あの招き入れるでしょうし、いや、もう自分はちょっと無理だって言ったらば、やあのもうロシアもちょっともうややこしいから来なくていいよってことになるでしょうし、岸田さんがの自信のほどというか、北さんの実力がまたここで見えちゃうのかななんて思っておりますけれども。うん、はいわかりました、まあ、これはねあの 今、この番組ご覧になっている視聴者の方もね、えー、いろいろお考えだと思いますが、まあ、本当に深く深くう考えていきましょう。そうやって一人一人が、ね、考えることはね、これ、やはり安倍さん亡きゃ後の日本人に一番必要なことです。一人一人が考えることですね。えー、ということで、じゃあ、えー、次いきましょうか。はい、はい、では次はですね、 えっと今だからこそ確認したい安倍元総理のお話ということで西村さんの重要な過去記事を紹介していただきたいと思います。7番お願いできますでしょうか。はい7番ですね。はい7番参ります。